と昼と夜の演出の違いだよね、うんうん、前も言ったけど夜もすごい綺麗じゃん、はいはいはい、ダウンライトがあって、うん、間接照明とか入れて、うんうん、特に照明も大事。絶対に外交で公開されない。どうも、外交デザイナーの宮です。皆さん、はい、外交を作る上で、はい、やっぱデザインっていうか、うん、まあ見栄え大事じゃないですか。そうですね、もちろん。そうですよね。ってなった時に、もうワンランク上のもう生活感がないような家作りしたいんですけど。なるほどね、うん、まあ生活感ないのに憧れる人もいれば、はい、憧れない人もいるから、うん、まあそこまちまちなんだけど、はいはいはい、まあ家族は憧れる。いやそうっすね、それこそリゾートテイストの、あ、はいはい、ホテルみたいな。あ、そうです、リゾートホテルみたいな。あ、そうです、そうです。結構でも流行ってる。ああ流行ってるんですか。流行ってる。だからああいうのとかやっぱ僕だけじゃないと思うんです、絶対に、うんうん、こういうの憧れるなって。でもさえ取り入れなくても別に、あ、こういうところを意識すればいいんだとかって勉強にもなるだろうし、はいはい、なんかそういったところを含めちょっとお話聞きたいなって。わかりました。なので今回は高級感アップ外交で生活感のない家を演出する方法をお話していきたいと思います。この動画はですね、家族みたいに生活感のないね、リゾートなホテルライクのおしゃれな感じに演出したいなという方はね、ぜひ必見なので最後まで見てみてください。他にもね、新築だったりマイホーム計画中の方でもね、役に立つかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。皆さん、はい、そもそも、うん、なんか生活感のない家を演出するためにっていうところで、そもそも生活感がない家の定義っていうか、それ何なのっていうところそこちょっと話したいなと思うんですけど、外交をそもそも定義付けするのは難しいんだけど、何もないから、はい、まあ、今回リゾートっていうことなので、リゾート、うん、ホテルライクな感じ。ホテルライクで行きましょう。ここを定義付けするのであれば、はい、やっぱよくある感じを省いていく生活感が。だからどういうことかというと、うん、タイルテラスをちょっと大きくして白っぽいのを使うとか、はいはいはい、よくある目隠しフェンスじゃなくて、うん、あんまり他とは見ないようなフェンスを使うとかねちょっとそういう感じで、ね、変えていくのがおすすめ。よくある感じじゃない風にするという。そう、これをねちょっと僕の事例ちょっと紹介していい？あ、いいっす、いいっす。いい、ちょっと待って、はい、ちょっと画像出します。こんな感じです。ああ、なるほど、これですか。そう、僕がねホテルライクって言わせてもらうんだけど、はい、夜とかこんな感じ。わあ、なるほど、これ生活感ないっすわ。これもちょっと壁線とか使ってるんだけど、うん、やっぱ滝はいはいはい、使ってあげて、うん、下からライトアップとかしてあげる。へえ、やっぱこう他とは違う感じを出すのが大事だよね。うんうんうん、うん、だからどういうことかっていうと、壁線とかなんてあんまないじゃん、一般に。ないっすね。だからこういうの使って水をうまく使ってあげるとか、はい、うんうんうん、あとここで言うとなんかこの他のライトだよね、照明もきれいにたくさん入れてあげるとか。あ、ライトガラス張りのね手すり。おお、実用性っていうよりは本当に演出だよ、うんうんうん、ガラスの手すりというか転落防止なんだけど、はいはいはい、持つとこもないんだけどね、他とは違う感じを出すのが大事。あー、でカーポートもだからポリカじゃなくてちゃんとカーポートを一新して、うん、ダウンライトもしっかり入れてあげる。ライトとかもしっかり使いながらおしゃれに演出できる部分は演出する。だから駐車場もちょっとこう他とは違う感じでスリットデザインしてみたりとか。あー、確かになんか全然違いますね。階段もさ、タイルがあって、うん、下がちょっと塗装になってるとかさ。いや、すごいなこれ。こういう細かいところが大事かな。この現場で宮さんが一番ポイントに思うところはどこなんですか？これもね、いろいろだけど、はい、壁線がまず綺麗だし、これお客さんとの組み合わせなんだけど、家の中も同じタイル使ってて、同じ品番のものを外に使って、ちょっとずつ繋がりが出るようにしたのがポイントかもしれない。はい、あ、そうなんですね。そう、それも玄関から庭まで全部同じの使ってる。統一感が。めちゃくちゃある、家の中から。あ、そうなんですね。そう、これなんかライトとかもすごい印象的ですよね。そう、ライトの使い方もねちょっとこだわりましたけど、うんうん、日中の絵も綺麗だよね。はいはいはい。じゃあ例えば、うん、なんだろう、今生活感のない家とはみたいな話してもらってるじゃないですか、うんうん、なんか生活感が出てしまうポイントって、うん、逆にどこなのかなっていうか。ああ、はいはいはい、これやっちゃうと生活感ダダ漏れだよねみたいな。だから実用ベースになってくるとそっちに寄ってくイメージだね。実用ベース、うん、だからいつもと逆なことをしたらいいのかもしれないな。逆逆例えば駐車場コンクリートだよねっていつも言うよね。ああ、言いますね、はい、それをやめても全面タイル張りとか。ああ、全然違うっすね。確かに全然違うじゃん。確かに
確かに。とか、その折半カーポートとか言うけど、ポリカとか、それをもってやめて、はい、ちゃんと振り切る。ユースタイルアゼストにするとか、今言った SC とか、はい、ちゃんと違うの入れて、うん、さっきの手すりって言っても普通のじゃなくてガラス張りの手すり入ってたけど、はいはい、そういうのを入れてみるとか、普通だと土留めとブロックを使うところも使わずに、はい、石とかで割りぐりしとかね、はいはい、とか大きな石ですね。そう、割りぐりしとかって、はいはいはい、なるほど。こういう本当演出重視、実用性より、あ、なるほど。だそういうのが大事かもしれない。非日常を演出するというか、そうだから僕の中でホテルライクはどっちかそっち、いつもはどっちかというと実用性機能性を重視して考えてるんだけど、ほんと真逆に振り切る。皆さんの家は実用ベースなんですか、そういうのデザインなんですか。中古屋でそもそもあれなんだけど普通の家だよ、実用性で。あれ実用性ですか。僕もね、どっちかってこんなこと言いながら実用性重視の人だから。え、なんでですか。使い勝手にいい方がいいじゃん。まあまあそう、確かに確かに。庭もだから全部コンクリート入れて、うん、上全部ウッドデッキにしたから、はいはいはい、演出とかだったらもっと階段とか段々とかにするんだけど、うんうん、もう使い勝手重視でとにかく広いウッドデッキをバーンと一面に行って、うん、机とか出しても広々使えるようにしてる。ああそういうことっすね。そう、例えば実用的でなおかつおしゃれにする方法とかもあるんですだから難しいんだよね。 そこの塩梅なんだよね結局。あ、何パーセントそっちにするかみたいな。めちゃくちゃそう、俺の中、僕の中でそう。だからあの受賞してくる現場っていうのは、はい、その辺も取りつつなんだけど、はい、どっちかっていうと演出に振り切ってる。この間受賞事例のね動画撮ったんだけど、はい、あれでもこうエレガントとゴージャスな現場っていうのは、うんうん、まあそこも活かしつつ、それでもなんだろう、柄のデザインのタイルを貼ったり、ああ、はいはいはい、入り口ちょっとあんま映してなかったけど、うん、窓開けたらすぐちっちゃいウッドデッキがあって、うん、段差をわざと作ってとか、はいはい、これ段差とかもすごい大事だから、階段があった方が奥行き感とか立体感出るから、うん、意外と演出に寄ったりする。で階段とかなくて広いバーンって一面タイルとかの方が実用性は高いんだけど、ちょっとのっぺりした感じになる。ああそうなんだ。でさっき言ったリゾートはまた別。リゾートは別っすか。別、やっぱヤシの木とかそういった小物が、小物というかどっちかというとホテルライクとリゾート、まあ、似たようなもんなんかもしれないんだけど、うん、リゾートに寄せたいならもっとヤシの木とか入れてあげる。ヤシの木っすか。シンボルツリーっすか。ああそうそう、あでもなんか普通のじゃなくて、はい、ヤシ、ヤシ、ここが専門的な話するとココスヤシとか、はいはい、フェニックスっていう名前のヤシの木なるほど。そうそうそう、あ、いつもはシンボルツリー入れてるけど、あえてヤシの木を入れるみたいな。いやでも感覚そうなんだよ。僕らはそういうもんじゃんと思うかもしれんけど、うん、やっぱ一般のお客さん今やったみたいに、うん、そもそもヤシの木もシンボルツリーではあるんだよだけどそう、今のがすごいリアルでいいよ、はいはいはい、だからその一緒なんだけど、そう、普通の木じゃないものを入れる、ヤシの木とっていうのが大事。あーそうなんですね。そう、あと思ったのはなんか外交作るテーマあるじゃないですか、うん、和モダンあるリゾートとか、うん、ってなった時に、まあ、どれが一番生活感出にくくて逆に出やすいとかってあるんですか。ちょうどホテルライクとか、はい、リゾートっていうのはどっちかというと反対言ってるような感覚あるけど、うん、結局そこの実用性ってなんか設計の話、デザイン。あーなるほど。そうそう、だから僕がさっき言ったみたいにテラスを広くするとか、うんうん、なんか実用性が出たりするから、あ難しい。これむずいっすか。むずい。あ、そうなんですか。だからその子は何とでもなる。あ、そうなんですか。ただ実用によればよるほど普通のっぽくはなってる。うんうん、なぜなら普通の方が実用性が高いから。じゃあ宮さんが今までうわこれ奇抜だなとか超デザイン振ってるなみたいなポイントとかってあったりするんですか。やっぱさっきも本当もう何回も言っちゃうけど、はい、柄のデザインとかね、うんうん、あんま他で見ないような、うんうん、やっぱ実用性っぽくっていうかよくある感じになるっていうのは、うん、お客さんも飽きのないデザインにしたりとか、はいはいはい、奇抜にしたくない、うんうんうん、他の人にどう思われるかっていうのをちゃんと意識して作っちゃうからやっぱ一般的にはよくある感じになってるじゃん、はい、うんうん、やっぱ白いこのタイルがいいよねとか、はいはいはい、でこっちもそういうのも考えて提案しちゃうから、うん、お客さんによっては、はいはい、奇抜でめちゃめちゃ個性振ってデザイン重視って言われたらいろいろできるんだけど、はいはい、お客さんにやったら多分そうじゃない人が多いから、はいはい、こっちもそういう提案をする。アブノーバルとか一般的な普通の感じの、うんうん、皆さん、はい、なんか今まですごいポイントとか、まあ、こういったところを押さえた方がいいねっていう話もあったじゃないですか。もうちょいこうイメージを膨らませたいというか実際どういう風になっていくのかなっていうのをちょっと知りたくて、はいはい、だから皆さんが今までこう施工した中であのこれ結構デザインに振ったよなっていう施工現場ちょっと見せてほしいです。ああ分かりました。まあじゃあ実際の実例の写真見ながら行きましょうか、はい、
まあ、じゃあちょっと3つ紹介するんですけど、うん、さっき言ったなんかリゾートっぽい感じとか、はいはいはい、エレガントな感じだと、まあ、前も紹介したかもしれないけど、こんな感じが僕は結構イメージ。これはリゾート系っていうんですかね。なんすかね、リゾートじゃないんだよ。でもすごいですね、まあ、エレガントっていうのかな。うん、定義付けも結局ないから、正解が、はいはいはい、勝手に言ってるだけだから。ここは結構僕は力入れてデザインしたんですけど、柄、うん、のタイプね、前言った、はいはいはい、屋根があって、造作のシンク作って、うん、ウッドデッキ作って、うん、はい、ペイント作って、目隠し代わりにおしゃれな部屋作ってみたいな、はい、でワンポイントで緑の人工芝って感じですね。確かにこれ高級感っていうか、もうやばいですねこれ、まあ、あとお客さんの条件というか、うん、木は手入れが難しいって言われたから、はい、あえて大きいの入れずに、うんうんうん、ちっちゃい植木鉢にしてあげたとか、はい、こういうのありますけど、やっぱあと昼と夜の演出の違いだよね、うんうん、前も言ったけど夜もすごい綺麗じゃん、はいはいはい、ダウンライトがあって、うん、間接照明とか入れて、うんうん、こういう照明も大事。そうですね、夜の照明の映えって結構大事ですよね。めっちゃ大事だよ。そうですよね、やっぱ雰囲気変わるのが大事、うんうんうん、高級感とかもそこで変わってきますよね。変わる、全然なんか昼も夜も同じ景色で変わった感じのが、うん、やっぱ夜景の違う感じだから、前も言ったけど紅葉とか見に行ってもさ、夜の写真絵と、はい、夜のライトアップでまた違うからさ、全然違うっすね。イルミネーションとか言ってさ、はいはいはい、そこを楽しみに行く人もいるぐらいだから、うん、夜景も夜景でこだわってほしい、大事だよね。うん、2軒場目、はい、こんな感じです。あー、なるほど。これもちょっとリゾート地区というか、僕的にホテルライクというか、うん、うまくできたなって感じです。うまくできたなっていう、どういうことですか。これ結構お客さんと考えながらやった。これはその家具とかも三輪さんが、あ、これはお客さんなんですよ。これはお客さんなんですか。なんか元お客さんと考えながらやった感じ近いかな。うーん、デッキも結構実はこだわって、はい、タイルテラスもこういうふうにちょっと演出というか斜めな感じして広々として、うん、下にファニチャー置くスペースと、はい、やっぱこれと向き合ってたからワンポイントで、僕がこれ僕が好きなんですけど、ああそうなんですね。さっきの現場にもありましたよね。てかこの2つの現場しか使ってない。あ、そうなんですか、うん、僕もあんま提案しない。提案しないってなんか、はい、会いにくいとかなんですか。会いにくいとか、うん、ぶっちゃけお客さん見てやって、あ何を見てるんですか。なんつうんだろう、お客さんでもハマる人とハマらない人が絶対あるから、うーん、僕がこの現場合うなと思っても提案しなかったです。ああ、そうなんですか。お客さんの性格見て。難しい。お客さんそこ受け入れれる人で、はい、なおかつこれ入れたらハマるなと思ったら提案する。そうなんですか、ね、誰にもやんないし、合うと思っても言わなかったりはする。うんうん、あとなんかこれシンボルツリーとかもやっぱあるとないと全然違う。めちゃくちゃ違う。だから1本ぐらいあった方がいいよってよく言うんだけど、うん、こういうの、何本かあった方が綺麗。うんうん、これなんか下の石割り石、あ、これ割り栗石なんですね。そうそう、よく言う。これなんかただの砂利っていうか、うん、のと割り栗石全然違いますね。雰囲気違うよね。違うっす、違うっす。全然違うと思うんで、うん、外光もいいんだけど、うん、庭もこういう風に演出すると、はい、すごいプライベート空間に旅行とかに行かなくても済むようなね。いや、そうっすね。そう、おしゃれな感じにできるんで、うん、結構そこを求めてね、おしゃれな庭作る人多いですよ。あ、そうなんですね。そう、実際の声聞いても、はい、もうなんかうちで良くなった、うんうんうん、バーベキューとか行かなくて、そういう声もあるから。これ家でバーベキューしたくないですか、絶対。そうそう、そうなってくれるといいよね。いや、そうっすね。この木、いやー、これすごいな。やっぱ照明って大事だよ。まあこれ見るとすごいやっぱ大事です ね。これがいわゆるダウンライトじゃないんだっけ、グランドライト。あ、そう、グランドライトですね。グランドライトとか、はいはいはい、そうね、そうとか、あの壁にこうわざと映して明るく見せるみたいな。そうね、そう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 。これですね。これも綺麗なんで覚えておいてほしいですね。これなんか僕らが取り入れられるところとかってあるんですか。え、じゃあ照明とか。ああ、照明の使い方とか。難しいな。そうだね、植栽の入れ方とか綺麗か。わざと斜めのデッドスペースに入れてるんだけど、余ったスペースと植栽に生かすっていうか、まあこれ計画か、計画してるんだけど、はいはい、これ使い方も覚えておいてほしいですね。三軒場面、ナチュラルな自然な感じ、うんうんうん、僕好きなんですよ。これでもシンプルイズザベストっていう言葉が、そうっすよね。こだわったんですよ、僕的に。あ、シンプルの中でこだわったってことですか。めちゃくちゃ、どこをこだわったとかありますポイント。割と全部毎回っすね。なんて言うんだろう、本当今言ってるみたいシンプルなんだけどこだわった、うん、はいはいはい、階段の幅から、実はこれ階段も全部木目調のタイルなんだけど、へぇ、木目のタイルも使ってるんだけど、これ木なんすか。木目な、そこなんだよ、そのね、そこをこだわった。
木目調なんだけど木目調っぽくないのを選んでというかシンプルになるように。いやそうっすね。そうでもよく見るとそういう木目っぽい、うんうんうん、ちょっと白っぽいんだけど、はい、うっすらよく見ると分かるみたいな木目調のタイプ。これ駐車場は浮いてるんですか？スリットっていう。駐車場は普通のコンクリート。ああなるほど。黒いなんか石か何かが入ってるみたいな。そうそうそう。で庭に関しても全面さっきと同じ木目調の白いタイプで作ってる、うん、これも木目なんですね。そうで玄関と同じ素材にしてるからすごい広がり感があって、うん目隠しもこだわってて中が隠れすぎたくないっていう用途があったから、うん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 、そのようにちょっと隙間があえて大きい、でワンポイントになるような木目を使ってますね。なるほど。普通目隠して隠したがるんだけど、うん、ワンポイントにしてあえて他で使ってる方は木彫をここに入れるみたいな、うんうんうん、アクセントで、はい、門中も普通のシンプルな塗り壁なんだけど、はいはい、花壇だけちょっとワントーン濃い色グレーにして植栽を入れてるみたいな感じで、あ結構こだわったね細かく。なんか目隠しフェンスの話に戻っちゃいますけど、うんうん、なんか開いてるとやっぱ開放感というか全然違いますね。違うよね、うん、目隠しなんだけど目隠しじゃない本当。いやそうっすよね。そうなんかもう本当デザインに寄せたって感じですよねこれ。でもシンプル、うんうんうん、すごくいいです。これも割りぐり石です。そう割りぐりでなんかライトを下から入れて、そうだから結構僕的にデザインに振ってるんだけど、うん、そのさっきみたいなすごいゴージャスな感じじゃなくてシンプルながらおしゃれに見せるっていうのをこだわった。そうですね。こういうのはやっぱ受賞とかじゃないんだよ。だから前言った受賞現場とかじゃなくて、うん、細部にこだわった現場っていうのかな、うんうんうん、で表札とかポストもちょっとこだわったっていうかね。こだわったんですね。なるほど。でも確かに全てこだわってもうおしゃれに伸ばした感じなんですね。そう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 。めちゃめちゃ派手な感じじゃないんだけど、うん、よく見るとまとまってる感じですね。で照明もこれすごいこだわったので、うん、まあこんな感じでね。うわぁすごい変わるっすねやっぱ。ライトとかね、うん、ライト入れる場所も考えて花壇照らしてスポットライトで効いて照らして階段も間接照明みたいな感じで、うんうん、もういろいろ細かいところまで見てますね。やっぱ夜と昼とで見え方違うと全部違う、なんか印象違いますね。全然違う、うんうん、だからいつも言うけどこの照明の入れ方のバランス、うんうん、固まらないように散らせるみたいなのは大事、はいはい。これは自分の家とかでも誰でも取り入れられますよね。見てる見てる。こうやろうね。そうそうそう。それぐらいな。そう。その配置のバランスも大事ですね。はい、ということでね、今日は外交で高級感を演出する方法とか、ちょっとおしゃれなように見せるとか、ホテルライクリゾートだったり、ちょっと違う感じに見せるやり方みたいなのね、実例ベースでもお話しさせていただきました。まあ、皆さんいかがだったでしょうか。結構こう、実例ベースだと分かりやすいのかなと思うし、僕もいろいろ過去いろいろ手掛けてきた現場がたくさんありますので、この辺り紹介しながらねお話しすることによって皆さん分かりやすくインプットしてくれるのかなと思いました。今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方は高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。また皆さんのコメントもお待ちしておりますので、今日の内容で気になったこととか質問があればぜひぜひコメント欄の方で教えてください。あとはね、皆さんのこう質問コメントでね見ながら僕も次回の撮影どうしようかなとかいろいろ考えてますので、コメント欄ねガンガンお願いします。使ってください。それによって撮影内容変わってきますので、他にもね、外資ご覧の方に公式 LINE のリンク貼ってますので、ぜひ登録してみてください。登録していただきますと5大特典プレゼントしてます。まず1つ目が施工事例集80ページぐらい。2つ目が基礎商品紹介特集ですね。3つ目が特選商品紹介特集。で、4つ目が外交におけるチェックシート30項目。で、最後5つ目が公式 LINE 特典、登録していただいた方限定のオリジナル動画をプレゼントします。あるとないとで皆さんのね、外交に大きく関わりますので、ぜひ特典の方で、ね、登録して見てみてください。絶対役に立つかと思います。でしかもねこれ全部無料なんです。無料で手に入れられますので、まあ、ぜひチェックしてみてください。このチャンネルでは失敗しない後悔しないための外交づくりについて情報を発信しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。皆さんお疲れ様です。皆、はい、さんが今まで施工した中でここマジデザインだけだなみたいなマジデザインだけしか見てねえなみたいな施工現場ってあるんですか？ああうちの、あそうそうそう、うちので、はい、それはない。あ、ない。実用性もちゃんと考えるんで。あ、それはないね。あ、そうなんですか、うん。やっぱ機能性というか実用性も見つつっていうのがやっぱ一般的ですよね、それは。だし、僕はそっちだよ、むしろ。あ、そうなんですか。そっちベースでデザインも考える。うん、あ、実用性を出した中で、出したいかに綺麗にしていくかというか。使いやすいとか、はいはいはい、ストレスなくっていうのを考えながらやってる。
あ、そうなんですか、うん、じゃあ宮さんにお願いする場合はそんな形になるって感じですか。お願いできれば。あ、お願い今お願いできないです。県外の人とかは割と今コンタクト、はい、いろいろ相談もらったりもするし、はいはい、近隣の方に関しては問い合わせいただけたらね、うん、はいはい、ちょっと僕個別で今言ってないんだけど、うちの会社で対応させてもらったんですね。ああ、じゃあちょっと頼みたい人はぜひお願いしてほしいですね、はい、そうですね、お願いします。